皆さんこんにちは、ワンダルグリビーチです。では今回は、今オープニングをご覧いただいた、鋼鉄の旋風大戦略、プレイをしていきたいと思います。セガサターンで発売された、ワールドアドバンストシリーズの大戦略になります。大戦略はですね、ちょいちょいプレイはしてるんですけども、少し苦手意識あってですね、この旋風のプレイも今回が初めてになりますので、プレイした経験をお持ちの方いらっしゃればですね、ぜひいろいろとアドバイスをいただければ嬉しいなと思います。では今回はキャンペーンモードをプレイしていきます。キャンペーンモードは3つの国を選んで、シナリオを進めていくような、そういうプレイモードになっています。選べる国なんですが、ドイツ、日本、アメリカと3つ用意されています。で、それぞれ国旗の上にですね、各国の状況を書かれているんですけども、まず白い線、これが人口です。そして、青が国力、赤が兵力ですね。これを見ると各国特徴出てると思うんですけども、アメリカなんかはもうバランス見ても、どれも抜群の、ステータスになっているのかなと。日本は国力が著しく乏しいなと、その割兵力高いなという形でね、いろいろ特色が出ているのも面白いのかなと思います。今回はせっかくなので日本でプレイをしていきましょう。シナリオの導入部分ですね、簡単にご覧いただきたいと思います。第一次大戦で、敗れたドイツなんですけども、このドイツがね、植民地も奪われ、賠償金も降りかかってきて、困難になっていっているっていう状況が、まずは描写として出ています。そんな中、ヒトラーが台頭してきたという皆さんご存知の流れですよね。1931年には満州事変。翌32年は上海事変。このあたりは日本にもすごく関わりの深い内容ですよね。ざっと導入部分ですね、ご覧いただきました。ではここから日本の、シナリオに入っていきます。ノモンハの南方において小規模な不定の輩、これはモンゴル軍ですね、
これが都会してきたということで、国境の紛争、まあ、これが元にあるそういう、まあ、事件になります。モンハン前哨戦です。ではまず作戦の情報から確認していきましょう。ここには開始時間、終了時間、あと気候、そして自分の部隊数、それに増援の有無、敵勢力がどれくらいかというものが当てています。続いて陣営情報です。まあ、ここには大日本帝国、そして、まあ、モンゴルという形で書かれてますね。複数の勢力が登場する場合にはここに複数出てくるというところになります。勝利条件、15単位内に敵司令部の破壊、これを目指してプレイを進めていきたいと思います。で、やっぱりセガサターンのソフトというのもあってですね、それなりにロード時間はありますので、ロード時間は、カットしながら進めていきたいと思います。こちらがマップ画面になりますね。まあ、敵の司令部がここにあるよというのはもう確認済みになります。なので、ここの司令部を陥落させるというのが内容になりますね。マップはそれなりに広いですよね。なので、このマップの中を縦横無尽に、ユニットを動かして戦っていきたいと思います。では早速ユニットを動かすところからやっていきましょう。ここにいるのがこの兵、まあ、いわゆる歩兵ですね。なのでこの歩兵を選んで、そうすると移動可能なところがマッピングされますので、移動可能なところに移動していきましょう。で、移動後ですね、占領できるところであれば占領法というものが出てきます。で、これによって占領が可能になります。進め方はこれの繰り返しですよね。なのでしっかりとこう占領できる場所を占領しながらですね、進んでいくというのがポイントになってくるのかなと思います。ここには救難式の戦闘機ですね。戦闘機はご覧のようにやっぱり移動可能範囲とても広いですよね。で、移動してくると索敵された範囲が広がってくるという流れになります。で、ユニットの詳細、こんな形で見ることができます。97式の戦闘機ですね、まあ、移動燃料、索敵、それに耐水の索敵と、まあ、これはユニットによって、表示される内容変わってくるかなと思いますね。武装なんかもしっかり表示されています。まあ、こういう形で 3D でモデリングされているものをいろいろ旋回させたりしながら見ることができるので、おそらく当時のセガサターン、これプレイされた方は画期的だと思ったんじゃないかなというのが思いますよね。では一通りユニットを動かしていきましょう。敵の司令部の場所は確認してますので、その司令部に向かって軍一挙に進めていきます。で、こちらに野戦砲あるんですけど、野戦砲はですね、攻撃態勢に入っている状態だと移動ができないので、でまずは変形させてあげる必要があります。この辺りは初期の大戦略という部分においてはかなり凝った内容になっているのかなというのを、ね、感じますよね。変形すると移動可能な状態になります。で、同じくユニットの詳細画面を見るんですけども、野戦砲から変形すると輸送車というユニット名に変わります。これ再び変形すると野戦砲が降っている状態になるというところになっています。シミュレーションゲームの醍醐味の一つ、生産なんですけども、生産はですね、まあ、例えば飛行場だったり都市だったりというところで可能になっています。今じゃあ試しに飛行場を見てみるとですね、飛行場を選んで生産配置というものがあって、生産するを選ぶと今生産可能なものが出てきます。97式 あるいは重爆というところですね。その他、まあ、戦車だったり歩兵だったり海軍のユニットなんかももちろんあるんですけども、ここは飛行場なので戦闘機、航空機、まあ、このあたりの生産ができるというところですね。画面の上には今いくらお金を持っているのかというのがありますので、そのお金いくらかかるのかというのを見てですね、生産するユニットを決めていきます。ここでは試しに97式の戦闘機生産1個してみましょう。そうすると今度敵側、今回の場合だとモンゴル軍になりますけども、モンゴル軍側の動き、これになります。それが終わるとまた自分の番に戻ってくると
ということになりますね。で、一つ重要なことをお伝えし忘れてたと思うんですけども、一応設定画面でですね、アニメーションを見るかどうかとか、そういうのが設定できるようになってます。で、アニメーションを見る見ないというのが結構重要で、アニメーションを見るとですね、最初のうちはやっぱり新しいユニットが出てきたりして楽しく見れると思うんですけど、ゲームの進行速度がすごく遅くなるので、何回か戦闘アニメーションのシーンをご覧いただいた後は、ここを戦闘アニメはオフにしたいと思いますので、そのあたりご了承いただければと思います。では、ここにいるのが、モンゴル軍の戦闘機、見えてきましたね。これをじゃあちょっと、戦闘機同士のドッグファイト、せっかくなんでアニメーションをご覧いただきましょうか。そうすると攻撃出てきますので、攻撃するユニットを選ぶことができます。武装を選んで、実際に攻撃をする相手を選ぶという流れですね。これが実際の戦闘画面ですね。で、それぞれモンゴル軍、日本軍40って出てると思うんですけど、これ単純にユニット数、ヒットポイントみたいなものですね。で、結果が表示されます。で、訓練値、トレーニングポイントというのが入ってくるので、そのトレーニングポイントというのが、そのユニットの熟練度、応用に相当するものだと思っていただいていいのかなと思います。では、舞台。前に進めていきましょう。で、こちらには先ほど生産した97式の戦闘機新しく生まれ出てますので、この戦闘機も使っていきます。できるだけ敵を排除して進みたいので、戦闘機は貴重な行動力の高いユニットになっていますね。ここは機銃掃討を敵の歩兵に対して行ったという、シチュエーションになりますね。ではまた敵のターンに戻していきたいと思います。ここに野戦砲が出てきているので、この野戦砲少し厄介ですよね。撃破して回っちゃいましょう。では、敵の司令部近くまで航空機移動させていきましょう。そうすると敵の司令部周り、むちゃくちゃな数いるのが分かりましたね。これを撃破しながら進んでいくというね、なかなか答えそうなプレイになりそうです。まずは、これ見る限り野戦砲らしきものがあるんですけど、ユニット攻撃体制に入っていないので、こういうちょろい段階でできるだけ先にこの野戦砲を倒していっちゃいます。できるだけダメージを、受けたくないですからね。そういう意味では攻撃体制に入っていない野戦砲から攻撃をして撃破を進めていきます。で、その後ですね、周辺に展開している敵の防衛ユニット、これを撃破して回ります。今のところ完全にユニットが撃破されるというものなく、順調に進めてこれているかな、というふうに思っています。こちらは野戦砲をね、展開していきます。当然、脆弱な状態なものになってしまうので、周りをしっかり守りながらという戦いになると思います。では続いて敵の周辺ユニットも撃破進めていきましょう。ここも野戦砲からなぎ払っていきます。これは補給車ですね。補給車も同じくなぎ払っていきます。これであとは敵の歩兵を撃破していくだけになりましたね。では野戦砲で攻撃していきます。野戦砲は強いですね。簡単に敵を
撃破していってくれるので、割とスムーズに攻略が進んでくれる印象がありますね。まあ、あとは野戦砲が撃破されないように気をつけるので、ポイントを気をつけていくだけかなと思います。で、トレーニング、まあ、つまり訓練度なんですけども、これかなり重要になってくるプレイ要素になっているようなので、まあ、できるだけ敵のユニットは撃破しながら進んでですね、訓練値、熟練度を上げて、次のステージへと進んでいきたいなというふうには思っています。あと少しお金にも余裕ありますし、今後の展開を見据えてですね、ユニットの生産を少しやっておきましょう。では、敵の司令部に攻撃を仕掛けていきます。このターンで終わらせることができたら、何文字ですかね。とどめを刺していきましょう。味方は撃破されたユニットはなかったので、まあ、上出来なのかなと。というふうには思っています。これで敵の司令部撃破完了です。ノモンハン前哨戦ステージクリアになります。勝利ランクは大勝です。軍事費プラス2000、これ大きいですよね。では今回はここまでにさせていただいて、こんな形でですね、この大戦略続きを次回以降プレイしていきたいと思いますので、皆様もよろしくお願いいたします。